いや、本当にこれまんま DMZ で。わ、なんだこれ。汚ねえぞ。まあ。マジでこれ。ボコボコだけど。親の顔よりも見ることになるだ。やだ。まあ私吸血鬼なんで、ゾンビども狩り慣れてますよ。ゾンビいっぱいおるよ。実際ヘルシングゾンビ出るから まんまだわ。それ近くの契約やん。そうだね。はいはい。契俺、約 OK。近くに散歩おるじゃん。面取られ白、ちゃうよ。あすでに面白そうだな。れ取られちゃうな、あれ。取られる気がするからこっちやんね。どれ？あ、オッケー。あ、本当だ。あ、全プレイヤーの位置見れるの面そう、見白いえな。る。超見える。超見える。あ、で、こっちにあれある、エイ何こペッれ？クスのバルーン。ああ、なるほどね。空にブーンっていくやつか。そうそうそう。おお。飛ぶ必要もなかったな。瞬間移動。臭い臭い、ここ。え？うわ、ちょっと汚ねえ、この家。黄色いやつ撃って壊し、黄色いやつ？黄色いやつ？なんかキノコみたいな。あ、これか。ちょ、臭い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 。でさ、このゾンビモードのいいところ、弾薬に種類がないから、ドロップしこたこ弾薬が全部出使える。撃必須のとこですよ。おほ。あ、じゃあ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 。あ、ガスマスク必要とかあるんだ。黄色いやつが臭すぎてね。契約を取りたいだけなんだけど。量がえぐい。俺も契約取りたいだけなの。取った取った。取った？ナイス。あ、ゾンビから弾ドロップするの楽でいいね。そうそうそう。ソープ、死んだはずじゃ。これか。俺 DMZ やん。え、インスタキル？ マジ？インスタキル。これってフィールドの誰かがゲットしたからってことなのか。そう、いや違う、俺。あ、そうなんだ。さすがに。かかってこい、ゾンビども。今もう金庫開けてるの。開けてる。あ、ワンワン。あ、ワンワンゾンビもちゃんといるんだ。ワンワン。シンムーさんのソープ派最終ステージで死んだよね、あっさりと。ほんとね。なんだよ。ドラマチックにしろとは思わないけど、さすがに開けなさすぎるよね。てかさ、マルチでアンロックしてない武器をできれば持ち帰りたいから、ショップとかでさ、ファマス変えたりするかな。するんじゃないか。てか、なんなら今から開けるとこに入ってるかもしんねえし。あ、マジ？ドーグ。キューハユーリがマカロフとつながってると、告げこと切れた。これがキーパーソンとなった。ドーグ。ちょっとこれ、焼夷ドッグか。焼夷ドッあ、ちょっとやばいかも。ちょっとこの武器持ち帰りたいんだけど。何？デュアルカマ。え？何？デュアルカマ。ゾンビって あ、頭カがマか。急所なんやな。これ、俺、バトルパス武器なんだけど解除してないよ。
あ、で、これ、ヒップゾンビ、絶対に5倍をハザードのせいでケルベロスっていう。PV、インディファイター。何これ。なんかよくわからんもん、拾ったな。ちょっとショップ近くにある、あれ？ミステリーボックスやん。あ、あるよ。いや、こっちでいいや。あ、ガスマスク買えるよ。赤パンチできんくなるよ。やべ、金めっちゃ使っちゃった。5000いる言うたよ。やべ。DMZ の気分でやってたから、金があんまり溜まってないことを気づかなかった。あ、てか待って、タックマップにある契約のピン俺できてない。あ、じゃあ自分でピンしないと。あ、OK、進んだ。あとは俺、そうだ。脱出すればいいだけなんだけども。そうだね。そうだね。ちょ、タスクの進捗はあなたと一致させたいんだけど。脱出。脱出さ、この辺にない。でもなんか、まだ脱出せずにもうちょっと周辺散策したいな。武器とかってどこで手に入るんだろう。それ武器とかミステリーボックスとか。ミステリーボックスってマップ上に映ってはないか。ランダムボックスのガチャ、毎回の出撃の楽しみになってる。ランダムボックスってどこにあるんだろう。マップになんか白いので映ってるよ。ああ、これか。いっぱいあるからわかんないんだよね、どれか。え、フルアーマー、何それ。フルアーマー、多分カーペンターのこっちバージョンで。ああ、なるほどね。カーペンター、アーマーが全開するだけ。カーペンターっていうあのゾンビモードで一番役に立たないドロップね。あ、てかゾンビモード側にもデイリーチャレンジあるのか。じゃあアンロック進むのかな、これ。ゾンビにもあんね。うわ、白、白、あー弾薬か、これ。なんか契約でハイバリューションターゲットだっけ、 HVT 倒すやつで、うん、ゾンビのボスみたいにやれる。ゾンビのボスを倒すとなんかいいものが出そう感はあるな。ちょっとだけ。どこにあるそれ今。違うの拾っちゃった。PND ってなんだ。何が起こったのか調べるんだ。起動して防衛するタイプのやつ。応答がないままだ。最悪の事態かもしれない。知らねえ人間どもが画面の右側でなんか喋ってんだけど。え、何これ。あ、武器、何の武器だこれ。え、わかんない。なんだこれ、名前が出ねえんだよ。ブレン MK9。 とりあえず持っとこう。これさ、マップ見た感じさ、中央に近づけば近づくほど難易度が高いって感じに見えるんだけど、合ってる。あ、そうだよ。そうだよ。そのまんま。パッカーパンチしないと火力が全然足りねえ。あ、なるほどね。一般武器じゃもう無理ってこと。うん、無理。はい。倒すはするけど、普通にきつい。火力が足りないと。そう。ちょ、待って、中ゾンビ多いんだけど。待って。あ、なんだこれ。
フルパワー。待ってんな。これね、たぶん、やべ、やべ。なのかつか、あなたどこで何をしてんの？ゾンビが来れないアンチ。ずる。アンチ探しないでゾンビ倒してくれ。いや、あいつ眺めてるの楽しかった。それは？なんだ？脳死弾薬モッドのりゃ、なんだこれ？あの、これを持って帰ると、はい、あの、出撃する前になんかちょっとしたアイテム作れるようになる。へぇ。だから、死なないで持ち帰ろうね。そんだけか。そう。俺ちょっとミステリーボックス見つけたいんだけど、どこ？どっか。誰にも会ってねえのにバイバイって言われたんだけど、何？多分どっかのミステリーボックスどっか行ったんじゃない？ああ、あれか、クマさん出たってあれか。多分そうそうそう、多分。ミステリーボックスに、ね、絶対あるんだけど、あった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 。あった？お、今ピン刺した。遠いな。待って車、あ、車あるやん。車あるよ。乗れ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 、開いた。 86？ いや、これが86かは知らねえけど。ミステリーボックス行こうぜ。 AE86。 あ、ここレベル2エリアやん。じゃ、パッカパンチある。だーい。まあいいや、あれは無理だ。レベル2武器。あ、そういえば。なるほどね。喋り方の癖直してほしい。あれ、どこ、ちょ、なんだここ。どこにあるんだっけ？ピンお願い。ちょっと待って。はい。OK。あれ、ミステリーボックスの近くにあれだわ。ちょっとしたボスと戦える契約あるわ。OK。ゾンビといえども車には無力か。到着。サンダーガン見えてない一瞬。レネッティ。何が出るかな。またカニ稼がなきゃいけないけど。あ、あ、お。え。何？何これ。ワンダー、あ、それワンダーアイコン。え、それ持って、絶対持って帰った方がいい。わかった、わかった。だって明らかにエピックカラーだよね、これ。それ持って帰ると、た、あの、なんかレシピ的なあれで。オッケー。ちょ、お前ばっかり。それパッカーパンチ。お前ばっかりずるいぞ。何？絶対に死ねない戦いが始まった。ゾンビの塊やったら放ってみよう。え、じゃあもう帰るか。帰る。帰るか。帰る場所。いいけど帰る場所。こっち行くか。ちょ、お前ばっかり開けてんじゃねえぞ。開けさせろ。何何何何何。わあ、開けさせる。欲張りか。あ、しょうもないもしかも。連打が足りてないんじゃない？何これ？何これ？ジャガーノート。ジャガーノート。スコアストリークのジャガーノート出たんだけど。何が出るかな？お？黒ねんだ。いや、まだまだ。あ、俺これラストだな。来い。金玉ガジン。いらない。じゃあ脱出するか。へぇ、ワンダーワッフェ、うん、
じゃあなんかゾンビに撃ちたくないよそれ。まあ、脱出地点周りにもいるでしょ、どうせゾンビは。これちょうどいいボスいるけど。お？いや待って、死ねない戦いなんだよね、これ。死ねない戦い。ストライカー捨ててってくさ。死ねない、ストライカー、そっか、捨てちゃった。ちょっと待って。忘れた。ナチュラルに捨てちゃった。こいつのレベル上げしないといけないのに。ソロでもね、普通に倒せるくらいの強さだったから、そんな心配せんくていい。マジ、ちょっとまだ取っとくわ。ザコには使わん。え、じゃあちょっと やってみるか。なんかね、これ見た目からしてわかるよ。あんまり敵の近くで放ったら、自分もダメージ食らう形に見える。こんばんは。これか。あ、もういったんですか。あ、これパックアパンチか。契約は？契約は？したか。あ？なにこれ。ねえ、なんかコンテナあるんだけど。コンテナ？傭兵コンテナ。あ、バスビートラール入ってる。普通に武器が入ってるコンテナが落ちてることがあるんだ。だね。自己削減。ああ、それか。行こうぜ。で、ハイバリューターゲット。車？え？車、車どっか行っちゃった。車消えた。なんかさっき爆発する音が聞こえたな。そういうことか。まあ、しかも俺は何だってジャガーノートがあるからな。いや、何を言うか、まあ、こっちはエピック武器だぞ。なんか別の。あ、なんか別の、なんかいるな。いっぱいいるし。おっす。なに、この人らも HVT と戦いたいか？こんな感じで出会うのか。どれ？これ？いや、あの、あからさまにね、変なのがいるんだよ、この付近に。ああ、そういう？うん。この付近にかなり範囲狭い。回収ヘリを要請したときにゾンビが大量に枠のを利用して武器レベル上げるテクがあるらしいですね。ああ、そう考えたらゾンビモード使ってさ、レベル上げすんのは相当楽かもね。かもしんね。え、あの、全然。ボスどこに？ボスどこ？あ、ボスいた。え、どこ？え、ボス？あ、ちょっと待って、ボス。何もしてない。ちょっと俺が火力でぶち倒したもん。な、俺武器まだ使ってそれこそゾンビトレインの腕の見せ所じゃん。おい、俺この武器ぶっ放せてないよ。回収するときも大量にゾンビばっかり。あれなんか、これってアンロック武器なのかな、わかんない。 DM56 どうだっけ。じゃあ知らない武器だからなんかアンロックされんじゃね。どう思う？どう思う？こいつお前じゃないわ。あなたどこ行った？どう思うじゃねえんだよ。誰に話しかけて。そっちにいたか。あ、待って、タスク取られちゃったよ。おい、泥棒。俺らもう帰らね。スクワット。スクワット。俺らもう帰らね。とりあえず。まあいいよ。うん。あれね、これ。こっちにバギーある。だって、初手でこんないいもの手に入れちゃったんだもんね。28ですね。G36 のマークスマンタイプ。最近ならバイオレオンで出てきたやつ。お前に乗んのかよ。何してる。お前こっちは吸血鬼だぞ、お前。吸血鬼。あ、なんか飛んでる。え、何これ。あれ、あ、ちょ、これ人間人間人間。な、敵対してる人間。ヒューマンめ。時間が経つにつれ回収ヘリを要請した時のゾンビの枠量が増えるらしいんで、パックアパンチを一回しておいた方がいいかと。金ねえんだわ。簡単ねえつ。
これ渡れると思う？泳げば。DMZ とは違ってこっちはマジで、あ、まあでも DMZ もそうだったけど、契約結構やんないと。金ないの葉先ガチャしまくるからじゃん。あ、ちょっとこいつらに試し打ちしていい？いいよ。はいや。え？はいや。当てなきゃダメ。あ、そういう感じか。え、やっぱトレインだね、それ。そうだね。じゃあ、こいつら勝った。レベル2だし。あ、ちょっと、やばいぞ、そこ。クライバーが当たる。レベル2だから、勝てんよ。なるほど、こいつこの武器でゾンビでも気持ちよくしてればいいんだな。正直なこと言うとさ、 PVE でさ全滅する未来が見えないんだけど。あ、片フラグで。フラグで。クソ雑魚のストライカーくん、じゃここで生きていけないよ、こんなの。まあこれまだ初見だから、とりあえず これを持ち帰ることを考えよう。と後ろの団体客に撃ってやろう。いやあ、あ、2倍だ2倍だ、ダブルポイント。え、でもさ、このモードにおけるダブルポイントってどういう効果があるわけ？金が？わかんない。わかんない。ゾンビ倒したら一応金入ってる。ちょ、レベル2の領域から来たゾンビ、勝てんだが。勝てんだが。ああ、もう。アルサーダ村。あれか、なんか浮遊してるのはさ、その敵対勢力 NPC の偵察ドローンか何かかね。なのかね。で、このバイバイはミステリーボックス消滅したよってことか、どっかの。多分。またドローン飛んでるよ。なんか、これとかなんか、ちょうどよくね。やってみるか。また金庫開けて、そうやね。いっぱい寄ってくるタイプだよ。まだまだ時間あるし。うん。このモード時間超あるから。うん。てか、レベル2ゾンビっつってもそんな硬くならないだろうって思ってたからさ、思いのほか硬かったな。いや、硬い。クソ硬い。レベル3とか結構大変なことになりそう。そう。ちょ、プレイヤー、ミステリーボックス回しすぎだろ。飛んでるのドローンじゃなくてカウンターワブかな。あんな低空に。あ、傭兵コンテナ。リュックサックあるよ、ここに。中サイズの。リュックサックは持ってる。あ、持ってる。傭兵たちの飛ばしてるやつだね。ああ、外にゾンビが。どりゃ。ちょ、これ大事に撃たないとな。そんなに弾ない。あと14。そしてなんかマックスアームでも回復しなそうだな、それ。あ、マックスアームじゃないと回復しなそう。そうなのかな。これ今ボーナスタイムだけどさ、こういう時にあれか、ミステリーボックスあると美味しいのかな。まあどうなんだ、それは。単純にショップの
ものも安くなるんかね、これ。うん。せいや。ゾンビおらんかね？いや、俺がこれで気持ちよくしてるから。あ、インスタキー、インスタキー。まあでも弾がこんだけ手に入るならあんまり節約する必要がないな。ゾンビ、そもそもショップにミニションボックス売ってないから。うん、旧来のゾンビモードのめんどくさいところって弾薬管理ないよね。うん、ねえ、てかさ、ガンロッカー進捗進んでなくね？進んでね、近くにいないとダメじゃねこれ。そういうやつか。はい。インスタキルがあるならティックトックキルとかベレアルキルもあるんでしょ、知らんけど。ティックトックキル。X キルもある、もしかして。X キル。これさ、ツイッター X になったけどさ、X って呼ぶ気ないよ。ね、全く。イーロン・マスクが勝手に X って呼んでるだけってことにしてるよ。イーロン・マスクが中二病なんでしょ。もうそろそろ開くよ。開いたー。ちょ、俺にも見せろ。どっちもどっちも知ってるやつだった。うわ、この風呂栓ない。え？どうやってお湯捨てんのこれ。いや、栓、これじゃないの。俺画質落としすぎて埋まってる。多分さ、こういう金庫もさ、マップの中央あたりに行けば行くほどいいものが入ってるんじゃない？かもしれん。それこそパックアパンチ済みのものが入ってたりね。うん。ちょ、なんかずっとカウンター飛んでんの邪魔くさいからヒューマンでも借りに行くか。いいよ。この辺パックアパンチ。あ、マックスアーモー。あ、金溜まってんなら。ね、金溜まってるからやりたいね。うん。ミステリーボックス近くにあるよ。カウンター1回だけ回せる。どんだけ回したいんだよ。あ、ヒューマンいた。カウンター落とした。あ、ほんとだ。カウンター UAV だ。ちょっとこいつら、この武器で気持ちよくしてやるか。どれ、上か。これ。これ。これ人間にも効くぞ。なんかこのお家何？え？ドッグハウス。ドッグハウス。そのまんまやね。なんか浮いてね？何これ？お金。500円。500円か。え、ちょっとパッカーパンチしたいな。遠いんだよね。車ないかな。車なーい。あらららら。ある？どれ？ああ、それか。じゃあちょっと連れてってくれ。
ちょっと待って、俺パッカーパンチの場所見てねえんだわ。え、どこだパッカーパンチ。こっちの方にあるの分かる。パックアパンチのアイコンがこれか。あ、これだ。よろしく、はい。どっちか。重要地震。ちょっとロードキルチャレンジあるから、ちょっと少しだけ引いてか。それ、それやったら俺とタスクが統一化できないやないかい。いやー、やれるならちょっと。ついでに。え、俺とりあえずこのエピックっぽい武器をパッカーパンチするけど、一体どう、それでいいんじゃない、一体どうなってしまうんだこいつが。これちょ、もう降りるよこれ。オッケー。もう降りる。あ、ちょ、乗っちゃった。パッカーパンチってさ、最大同じ武器に何回できたっけね。わかんねえ。でも今作は3回できんじゃねえか。ああ。あれ、レベル1エリア、2エリア、3エリア。昔のゾンビってさ、あの初期武器のハンドガンなんだっけ、名前あれ。ああ、強かったよな。M1811 だっけ。なんかそんな感じだったよね。M なんとか。M なんとか。あれ、パッカーパンチしたらバリ強くなるよね。で、着弾したら爆発するじゃん。うん、そう。あれでね、近距離に放ちすぎて自滅しちゃうやつだ。そうね。あれ傭兵いね。え、傭兵いたわ今。傭兵いる場所だ。あった。俺が先だ。おお、見て、紫になった。そう、紫になる。おお。え、これさ、持ち帰ったらパックアパンチが切れてるなんて言わないよね。あ、切れてると思う。は？マジ？いや、わかんないけど、わからんけど。だって それじゃあさ、いちいちマップの中央に行く前にパッカーパンチするのってありすぎでしょ。さすがにそれはないと思う。どうだろう。弾薬あった。あ、これボスボスボス。あ、オッケーオッケー、やろう。バングラーバリューターゲット。このヒゲオヤジは誰。何やな、近接縛りでもしてんのか。これ時間切れたらどうなるんやろ。その前に脱出したからわかんねえ。時間切れたら真ん中の下降線エリアが広がってきて、早く脱出しろみたいな感じで追加の15分がある。え、じゃああれか、合計で1時間近くここに居座ることができるんだ。なんかこれ、なんだこれ。あ、ボスボスボスおる。あ、ボス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 。あ、これでしょう。ちょ、待って待ってってちょっと鎌強すぎてその鎌、それパックアパンチした、もしかして。そう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 。見せて見せて見せて。これちょっと待って、これ消えた。ちょよく見えなかった。どれどれ。うわ中二病みたいな鎌やな。うぜえ。つまり脱出できんかったらゾンビになってしまいました、エンドってことか。そういうことだ。あれ、ボス倒したけどなんか回収した。 あ、ボス倒したけどちげえわ。あれ、これじゃなかったボス。あの、え、一般ボスだったわ。違ったのか。一般通貨ボスか、今の。そう、一般通貨ボス。あれ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 。オッケーオッケー、任しとけ。これ
あれ当たってねえぞ、お前。当たってねえぞ。ちゅうか、もう死ぬけど、ね。当たってねえか。ちゅう、こいつリロードが遅いんだよね。あっけない。自己層入ってる。ランダムな弾薬モッドを適用だって。エレメンタルポップの缶。変えるか。俺が今刺したピン、あれ？ワンダーウェポン、時代袴だよ。ちょ、ピン消えるんだけど、何これ？それ俺もあった。いや、俺も消える。ダメだこれ。じゃあもう方向だけ見定めていくか。車にピンはできても。あ、本当だ。あ、じゃあ これでいいわ。向かう方向。近接のバッカーパンチが強い。だってこのゾンビラウンド進まないからさ、火力高い。ゲーム側が脱出拒否しててくさ。そっか。あれ？またボスマークじゃねこれ。あ、またある？またあるな。マジで？ずいぶんあなたと離れてって。あれ？ドリンクマシーンあるぞ。あるあるある。飲むと次のマッチの死亡時にトゥームストーンブッシュを設置。なんだそりゃ。トゥームストーンつったらあれじゃない、あの前の装備記憶してて。ああ、はいはいはい。これドリンクで得たさ、能力、うん、次の出撃にも保たれてるといいな。さすがにないか。ちょっと暇だったら来ない。暇だったら来ない。え、何？何してんの？あの前の UFO みたいなやつやってる。UFO？ あ、これゾロゾロ連れてる。あの上の紫の玉を壊したい。あれ？あ、オッケーオッケー。そう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 。あ、UFO ってあの DM セットにあったあれね。そう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 。で、撃つとさ、なんかお金がいっぱい落ちるんよ、これ。あ、そうなの？え、これ俺撃って得？やべ、カム落とした。撃って俺得することあるか？え、俺の財布。は？許せんな。でも次のマッチで持ってた物資帰ってきますよってやつかな。ブームストーンって言ったらバトルフィールド4のイメージが強いけど。何これ？何これ？エッセンス？あ、それ金金。これ何？エッセンス？それ白武器を、あ、1段階グレードアップできるやつ。あ、それだけ？見る。そうっす。ゾンビいっぱいいて、戦いだってだけ。え、あのさ、これ、俺持ってるこの、さっきミステリーボックスから出たこの武器、うん、オレンジだけどさ、レアリティは多分これが一番上ってことでいいんだよね。なんかそんな雰囲気あるよね。あるよね。大体、だってオレンジがエピックのイメージだよね。うん。おい。あれ？あ、ゾンビ仲間になった。あ、仲間になった。今、ランダム効果がね、武器に付与されるようになってるから。で1万貯めたらレベル2エリアのパッカーパンチもできる。レベル2エリア？うん、あ、オレンジのとこマップの。あ、何？あのパッカーパンチって同じ場所で何回もやってもダメってこと？ダメ。あ、そうなんだ。ダメだった。そのレベル1のパッカーパッチは5000、レベル2のエリアは1万で、3がまた高額。3はやったことない。そういう感じなんだ。うん。2万とかじゃねえかな。それか5万とか。2万か5万だな。金貯めるの大変だな。なんか他のスクワットと協力していった方がレベル3とかはいいのかもね。まあ、かもしれない。
毎回キャンペーンの動画ありがとうございます。新しいのが出るたびにここに飛んできてます。ありがとうございます。マルチプレイも見てくれると嬉しいな。金残ってるから。あ、あれ、あ、ふっ、カポーン、ドッカーンだ、ドッカーンだった。ドッカーンやったらいつも400円ぐらい入ってたけど、あ、入ってるね。ミステリーボックスやってがね、金残ってるから。だってもう5000余したってしゃあないよね。しゃあないね。じゃあガチャるぜ。トランクスよりボクサー派によ、1600。おお、トランクスよりボクサー派2世さん、1600、スーパーチャット、ありがとうございます。ちょっと待って、エピック出たけど、これなんかまた出てるんだけど、これはね、DG58LSW。 あ、違うな、濃いめのオレンジだよ、こっちの AR は。エピックではないけど。あ、レジェンド。あ、3点バーストじゃん、これ、さっき。ガチャ運爆発してる。ギャンブギャンブルだ。レイガン来い、レイガン。あんのか知らねえけど。あるよ。お、エピックだ。ワンダーウェポンしか用はねえ。おぉ、4はねっつったら来た。それ俺と同じか。そう、同じ。なんてくんだよ。あ、これフロートショットガンじゃん。ちょっと俺もうか、片方カマだからカマ持ち帰りてんだよな。じゃあ、俺あと回していい。いいよ。この辺 FPS 超低い。何、あわよくばワンダーウェポンをもう一丁。たぶん。エオセレントな運勢でくさ。エアストだ。あ、ちょっと面白そうだね。まあ、ひげ切っちゃう、面白いから。俺、月があるな。あ。あ、おい。バカ野郎。バカ野郎。俺、まだ金あんのに。そこにショップがあるだろ。金もねえだろ。あ、そうだ、ツーアーマーぐらい買うか。これ DMZ と同じように金の共有はできるっぽいね。あれ、やべ、物売ったらショップにアクセスできなくなった。ムーさんのキャンペーンの続き見てきます。バイ。ありがとうございました。あれ、要塞あるんだ、この世界。ニプレートアーマー買ってくる。ニプレートアーマーあって損はしない。じゃあ帰るか。つか汚染エリア地下絶対ボスいるじゃん、あれ。そう、俺汚染エリア行ったことないよね。本当だ、ボスいない。薄いからさ、全然気づかなかった、汚染エリア近いことに、ね、ちょっと汚染エリア一瞬見みたい。オッケー。つかさ、ドロップしたこの MTZ か、これ。1試合も持たずにストライカー捨てて笑った。ストライカー育てなんて知らないな。強い武器が正義なんだわ。レベル2なんだ。汚染エリアのゾンビレベル2だわ。へぇ。ちょ、数やばくね。やばい。なんか飛んでるやついて。あ、いる。あれじゃん。あの飛んでるやつだ。あいつは何？ストームコーラー。あれ倒したら絶対なんかあるよ。できれば倒したら。オッケー。お、何？このストームコーラーってやつこっち来ねえぞ。え、こいつ全然ダメージ入んないんだけど。
てか大丈夫、あと30秒だよ。帰ろう。帰る。これこのエリアが広がるのちょっとまずいから帰る。そうだよね。ほらちょっと遊びすぎたね。遊びすぎた。まあどのぐらいのスピードで拡大するのか知らないけど、DMZ と同じぐらいなんじゃないの？さすがに同じだと思う。要請さえしとけば何とかなるでしょ。ああ、DMZ と同じじゃん。ああ、そうだね。待って、あのフィールドの真ん中らへん、まだ結構プレイヤー残ってるよ。帰れるんかい。ちょ、ゾンビめっちゃ出てきたけど。すごいな。お、やばい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 。ブレイクアウトだ。すげえすげえすげえ。この武器めっちゃいいね。電動するから。うん、電動詞ですわ。これはね、武器レベル稼げるわ。だよね。うん。マルチで武器レベルするよりか、こっちの方がよっぽど効率的じゃない？そんな気する。わ、この武器気持ちいい。あ、インスタキル。インスタキル。ああ。あー気持ちがええんじゃ。でもストライカー捨てちゃったんじゃ。しかも MTZ はもう、あ、大丈夫？あぶねえ、ケツからあぶねえ。今回復アイテム使ったけど助かった。あ、回復アイテムっていうか、あのフィールドアップグレード、ね、ーこれゾビ楽しいな。高価なアイテムを確保。ウルトラ。あれ？ワンダーエポンを回収？今作一番おもろいモードゾンビ派間違いない。ゾンビや。あれ？待って、ワンダーエポン経験値になったけど、あれ？なっちゃったね。え、これもしかして持って帰れ？ない？ない？ワンダーエポンダメなんじゃないか。いや、でもね、違うよ。なに？てか待って、俺ストライカー捨てちゃったから保証スロット。保証スロットは。保証スロットも多分ストーリー進めないとダメで。あの、数増やすの。そうだよね。MCW するんでしょ、じゃあ。おい。で、一章のね、ミッション見た感じ結構簡単そうだったから、一個増やすのは、ちゃんとやってればすぐいけそう。そうだね。うん。じゃあ、俺は。そっちはちゃんとセットしたのか。何を？任務。今これ終わったから戦利品コンテナを25個開ける。俺は次。あ、それ超簡単。つか待って、俺コンテナまだあと13個開けないといけねえ。まあコンテナすぐ終わり。つか俺ショットガン欲しいんだよな、そういえば。えデイリーが、あー、うわー、汚ねえカラーになった。見てこれ。はい、銃声もいつものじゃん。チュンチュンチュンって感じ。あの、カッカーパンチされた後特有の。うん。チュドーンってこと。あ、ドッカーン。てかさ、あの、体感だけどさ、あ、ゾンビモードの多分パッドのこのエイムアシスト、あの、うん、弱くなる前のエイムアシスト感がある。ルイス・ハミルトンって知ってますか？ルイス・ハミルトン知ってます。 IW にカメオ出演してたあの人。え？F1 レーサーだもん、現実に存在する。ああ、ちょっと
コンテナこの中ありそうだからちょっと漁りたい。漁りたいっていうか、開けなければならない。いっぱいある。いっぱいある。あ、レジでも、なんだこれ。あ、いっぱいある。なんか適当に歩いてるだけで結構開けちゃった。開けない。ライオットシールド。ライオットシールド。あ、あ、待って、ショットガンあったぞ、こっち。ああ、欲しい欲しい。デイリーデイリー。俺の後ろ。ナイス。何これ。ワスプか。ん？ブリーチャードローンがある。コンテナ、あと何個だ？あ、ここにもある。あと8。あ、これも、これでもいいのか。あ、開いてるやないかい、こっち。ほら、開けてくれ。オッケー。汚ねえ箱だな。お、なにこれ。ん？なにこれ。え？ LT カジミール。シンバルモンキー。あ、シンバルモンキーになった。なにこれ。LT カジミール。なにそれ。投げてみる。ほい。ん？お、ブラックホールじゃん。なるほどね。これ俺行ったらどうなる？おぉ！え？はい？ん？ちょっと移動した。は？なんで俺に効果ないの？俺だけ入ったから？え、一人だけ？え、悪いな、伸びた一人用なんだって。たまたま近くにワープしたけど、ワンチャンどこかへワープかもしんないよ。どこかへワープ？あとコンテナ、これ全部コンテナだな。いっぱいある。全然金目のも入ってん？あ、自己そうだ。あと一つ。はい、終わり。終わり？終わり。何これ？これランダムパーク。なんか飲んだお。なんか飲んだね。何の効果かわかんねえじゃねえか。なんかスライハンドっぽいな。リロード早いとかじゃない？あ、早い。あ、でもランダムか。そっちは何がついたの？わかんない。俺は。俺足。わかんない。リロード早い。わかりやすく強いじゃねえかよ、それ。あ、てかそっちロードキルタスクまだ終わってないんじゃね？終わってないけど、どうせ、今そっちがやってるタスク終わったら、ああ、まあそうだね。ロードキルになり。どっちみち追いつくからいいか。じゃあガチャタイムといこうか。お待ちかね。あ、こっち買った。あ、こっち買った。お前は月がねえんだからやめとけ。これあれじゃね？ FR5.4 じゃね？ええー、欲しい。俺のもんだ俺。もうこんな、ちょ、パッカパンチしちゃったけど、いいわ。ハンドガン。ちょ、デイリーショットガンキルをやるために。ほい。あ？お！レジェンドクロネンだ。え、これ普通に持って帰りたいな。レジェンドなら。ああ。おい。運がねえな。ショップ見てこう。あ、これ外側か。これ近くに契約あるけど何の契？ディフェンドグラウンドステーション、なんだそれ。まあ、なんか守るんでしょ。まあ、それはそう。お、インスタキル。インスタキル。と時に限っていないっていうね。
金で欲しいもんもう特にないな。ちょっとさ、どうすればそのレシピを、うん、知りたいところだけど、まあ今はタスクをこなすしかないか。まあそうね。タスクこなしてったらさ、ちょ。あれ復活してる？復活してる。お前も引くのやめた方がいいと思うよ。は？引かせる？月ないんだから。月ないんだ。お、なんだそれ？ショットガン。あ、ショットガンだ。これモダン33じゃね？あ、じゃあまあ、あのロックされてるものかがわかんないけど。あ、待ってこれ、ヘイメーカーってあれじゃん。BO3 の幻のザコイと言われ続けた。俺は好き、あれめっちゃ使ってたけど。キルタイムゴミすぎるショットガンだったんだよな。ヘイメーカー、これは BO3 でクソだと言われていたショットガン。俺は使ってなかったな。俺その武器めっちゃ大好きだったんだけど。俺はヘイメーカーいらねえんだわ。ファマス欲しいんだけど。あのクマさん、バイバイ言ったら戻ってく感じかな。バイバイ言いたいだけじゃん、あのクマ。いや、わかんないよ。ミステリーボックスが発生する地点がこのマップ全域にあって、ランダムで移動してんのかもしんないし。ああ、旧来のゾンビって、たまたまここにあったの。うん。旧来のゾンビってそんな感じ。うわぁ、てめえも月にいいじゃねえか。ムー2019のオリジン12くんですよ。だってモダン、2019のモダンフェアにもあったんだ。あったんだ。あんまやってなさすぎてわかんなかった。ヘイメーカーの名前だけだったら BO3 のフロートショットガン出てきた。割と強い。なんか面白そう。ね、これなんだと思う？デスパーセプションだって。何あれ？何あれ？なんか666とかなんか壁に書かれてそう。なんか宗教法人でもありそう。あー、この橋、あ、スモールブリッジの死闘か。すごい。ブルドーザーしてたわ。まだ21分もあるからね、余裕なんだよね、時間は。時間はたっぷりある。あー、ドッカンか。ドッカンだ。ドッカン。やばい、くしゃみ出そう。もう一つなんか怪しいアイコンが。ニュークってどんな効果なんですか？まあ、多分自分の半径何メートルか以内にいるゾンビが吹っ飛びます。あ、くそ。何のアイコンか分かったそれ。あ、ちょ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 、あ、ちょちょ、あ、ちょ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 。ははははは。あ、なんか入ってる。囲まれてたら爆アド、誰もいなかったらゴミってことか。まあ、ああいうもの、ランダムドロップだから必要な時にはあまり出てくんないんだよな。あ、で、これか。はい。あ、今ちょっと余裕あるから、共有し直すか。あ、よろしく。
あ、それでいい。画面復活。なんかゲーム中に画面を変えたからか知らんけど重い重い。いや、なんか単純にここ重そうな地帯だと思う。単純に重い。ね、あそこにエリートってやついるんだけど。あ、死んだわ。エリート死んだわ。エリート死ん。エリート死んだ。なんかすごいいっぱいいる。あ、ちょ。ギリギリあそこレベル2の地帯。おお、え、強っ。あのブラックホールみたいなバカ強いぞ。あ、エリートさんいらっしゃる。いる。あ、うん、死んだ死んだ相当しちゃった。ゾンビと戦ってるところこれレベル2エリアなんや。そうだね。1段階パックアパンチじゃ全然解けんな。ん？パックパンチしたの？え、あのレベル1地帯でパックパンチしたじゃん。あー、そうだ。俺武器に目がくらんで捨てたんだわ。もったいないような。あ、なんだ？あ、傭兵だ。死んだ。傭兵。普通に勝てこいつら。うん、一段階パンチじゃあんまり十分なダメージが入んないな。右に出てくるメガネでヒゲのおっさん、見た目と声でゾンビの中で一番のストレスこれ見た目と声合ってないよな。ヒゲのおじさんならプライスでいいよなって。ん、俺何。あ、プレイヤーだ。あ、ボスやってんじゃん。加勢する？あれ、プレイヤーならちょっとせっかくの加勢してもいいんじゃない？加勢しようし、加勢しようか。私が来た。さっそうと現れて。さっそうと現れて、さっそうと現れて敵対してないからな、うん、なんか今プレイヤーとは思えないぐらいなんか NPC みたいな動きしてたまあでもさ、レベル2はまだそんなんでもないな。うん、これが対応に来たらちょっとしんどいかもしれんけど。ショットガン結構適当にいけて楽。この謎のマークのとこに来たけど。あー、ドリンクかこれ。あ、飲むと壁の向こう側を死にだってさ。へえ。マップをゆっくり見たいんだけど、ゾンビがいると見てらんねえんだよな。おほ、見える見える。もうこれがウォールハックか。思ったんだけどさ、うん、このパックアパンチのシステムってさ、うん、レベル1の地帯からさ、段階は踏まないとダメなのかね。あ、分かんない。ね、なんかスルーしてさ、いけるんかね。だってめんどくない？最初からレベル3とかに用があるのにさ、1から順を追ってパックアパンチするって。まあ、めんどい。で、しかもその分金めちゃめちゃかかるよね。かかるね。どうなんだろう。
なんかレシピ得られそうなもんないな。なんか契約やってみるか。いいよ。それタスク終わったんでしょ。タスクは、うん、いやもう適当でいいよな。あれってかさ、あなたのタスクこっちで見えてるんだけど。ロードキル。これもしかしてさ、双方違うタスクセットしててもパーティー組んでたら進む？あー、じゃあやってみる。やってみる？車、あ、車こっちある。それだったらお互いに2個、あ、違うの1個ずつセットするのが最強だけど。そうだよね。効率よしおになっちゃう。ロードキル何体すりゃいいの ?30 体なんだけど、今15ぐらい終わってる。オッケー。あ、傭兵だ。弱い。あ、三等軍曹。あ、弱い。車あるよ。だって、傭兵が便所に潜んでない。あれ？あ、傭兵。傭兵まだいるか？あ、傭兵どこ？あ、上だ。あ、いた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 。あ、ま、あらら。ちょっとロードキルしてくるわ。ちょっと待って、そっちは進んでるけど俺は俺でやんないと進んでないわ、そのタスク。あ、そうなの。うん、だそれじゃあ結局、あ、じゃあ2人で乗って引けばいいのか。でも俺30体キロ終わっとる。あ、終わっとる。あと乗り物のタイヤを破壊して修理。あ、あ、ちょっと待って、終わったわ。え、あ、いや、終わってない。なんか表示がバグってただけだわ。ゾンビどこ？あの、殺さないでね、ゾンビ。あ、来た来た来た。進んでない。はいはいはい、進んでるわ。へへへ。やりたい。ちょっと、機動性はあまりない乗り物だな、これ。あと24体。絶対脱出地点のヘリ呼んだ方が楽だって。え、でも修理しないといけないんでしょ。あ、修理もあるね。てか待って、あの近くの脱出地点にさ、スクワット見えるんだけどさ、レベル上げやってんじゃね、うん、あれ。引きに行くか。あ、やってるやってる。おーす。ああれ？いないんだけど、ゾンビ。あ、おー、社会になった、車。ちょ、車探しに行こうぜ。あれ？車なくね？バギーしかねえぞ。俺の膝もまたうずき出してる。なんか石油王みたいな人出てきたんだけど、右に。誰？あれ、もしかしてあれ、うん、乗らなければ無限にゾンビ湧く、そういうことじゃない？そんなん最強じゃねえかよ、レベル上げ。ちょ、俺とりあえずバギーで引くわ。うん、あと何体引けばいいんだ俺。28体。あ、じゃ18体。とりゃー、ちょっと、あ、でもバギー耐久難ありだから気をつけよう。ガソスタはあるしな。あ、やばい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 。あ、ガソスタあるじゃん、修理するか。TMZ と同じだ。チンチンって、ちょ、引きにくいな、おい。このガソスタ臭くね？え？あ、やばい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 。
ああ、終わった。なんで？なんかやたら柔らかいんだわ、バギー。ああ、そうなんだ。あと7体？一応もう1台バギーある。まあ、ひとまず、おのおので違うタスク持ってきても進められるということが分かったから。そうだ。ただ、進捗が共有されないらしいけど。まあ、できるってだけ。できるってだけ。バギーが無駄に遠い。ウォールハックできるのめっちゃ便利だな。ああ、俺それ飲んでなかった。飲んでねえんかよ。金めっちゃあんのに飲んでなかった。もったいね。壁越しにゾンビ見えるのめっちゃ楽だ。あれ、なんかこれいかにも傭兵の違うか。さあ、ゾンビはいねえが。いた。ゾンビはいねえが。ゾンビはいねえが。来た。あと何体だ ?3 体か。OK。で、修理すりゃいいのね。修理はあなたまだ終わってないんじゃないの？終わってない。で、修理っていうか、タイヤを修理。え、どうやって？タイヤ壊す。頑張って、自分で打って壊すしかないな。でも、この、待って、このバギーあとわずかで壊れる。じゃあ、一回ガソスタ止めないと。ガソスタどこだっけ？俺。そっちか。まあ、戻ったとこにもあるけど。あとは多分わずかで炎上する、このバギー。炎上する。これか。鳥。これタイヤ壊せるの？わかんねえ。ちょ、壊した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 。あ、で、リペアタイヤ。おお。ランダムパーク。ああ、で、俺終わってないからやんないといけない。あ、リペアタイヤ。あ、待って、これ、任務完了したら次のに勝手に進む。え、めっちゃいいじゃん。あ、ほんとだ。あ、そうなんだ。それでそっちもできたんじゃない？ああ、なるほどね。そういう、てかこれさ、今タイヤ壊して修理したらさ、うん。あ、なんだよ。今、これで無限に報酬手に入る。いやいや、さすがに。多分任務が完了したからでドロップしたんでしょ。そういうことに。で、ウォールバイって何？あれ、壁吹き。壁吹きなんてあんの？ あるある。壁吹き、この辺だったらこれだな。はい、早乗れ。あ、はい。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 あ、早い。これ、ここにある。あ、本当だ。あ、そこはちゃんとゾンビなんだ。これ何これ？レネッティ。え、FR 捨てるかじゃあ。え、買うだけでいいんだよね、これ。いや、買ってこれでキルしないと。なりえ。使い終わったら捨てよ、これ。うん。なんか、結構ゾンビいるからちょうどいいな。50体。誰かバイバイしてんな。バイバイ。はい、殴っちゃった。はい。ここなんだ。あ、ワンワンか。てかさ、普通こうだよね。任務さ、どっちみち全部順番にやっていかないといけないんだからさ、まあ自分でセットできてもいいけどさ、
自動で次に進むようにしてほしいよね、DMZ も。ね、一時外して、外してセットし直すのめんどくさいんだから。あと24体か。あとどこだ？もう大胆に動いてるよ。全然いない、こういう時に。これだ。よし。全然ゾンビ出てこない。あ、いたいたいた。結構いる。思ったんだけどさ、俺 LMG ストックレスにするのにすげえ大変だったけどさ、あのチャレンジさ、ゾンビでできたのかな？え？それは無理だろ。それは無理か。さすがに。ほら、あと16体な。うわ、あと10体。パッカーパンチしちゃおう。あ、つうか、レベル2エリアでパッカーパンチできるよ、それ。そうだね。そんだけ金あったらできるよ。ついでになんか契約落ちてたから拾おう。この近くだな。おう。なんだこれ。あ、これ動かして待てとかではないな。うん、あれ次のタスクさ、武器をパックアパンチレベル1って書いてあるんだけど。ふざけんな。じゃあしてくる。すぐそこだから。俺は結構金あるけど時間が結構もう来てるよ。だね。これあれか、じゃあもうタスクを最速でどんどんやってって進めていくのがよろしい。それはそう。ああ、これ右上に出ていたログはそっちがタスク進んでるって表示か。共有、タスク共有してるんじゃなくて。そういうこと。そういうことみたい。おい、せっかくパックアパンチした武器は持ってんのに、もう一回パックアパンチしないといけないのか。レネッティパックアパンチするか。してくりゃいいやん、すぐそこなのに。するよ。50キロはすぐ終わりそうだな。ねえ。フルパワー。レネッティパンチしよう。時間が。時間が。ばーい。脱出は近い。脱出は近いよ。50キロなんて脱出でいいやん。お気づきですか。マジで。脱出行くかじゃあ。うん。今向かってる。ああ、他のパーティーと脱出かぶるかも。マジ？あ、違った、あれ。何、赤い車何あれ？あれね、傭兵が乗ってる車らしい。あ、なんだ。押す。あ、50キロ終わった。ミステリーボックス武器を使って50キロ。ヘイメーカーじゃん。まあでもちょっと、もう帰らないと時間がない。うん。やだ、呼ぶ呼ぶ。
俺せっかくだからお猿さん使うか。ゾンビたくさん来たら。あ、進んでねこれ。次ミステリーボックスちょっとやり直さなきゃいけねえよこれ。え、なんでそれ進まないの？進んでない。おかしくね？まあおかしい。あ、ゾンビ仲間になった。うん、進んでねえもん。おかしいな。うわあ。あ、核だ。ああ。え、さよなら。こう、核。よかった。脱出地点がレベル2とかレベル3じゃなくてよかった。あ、ワンモア核。核いらんくね？え？使っちゃった。武器レベル上がらんよ。そうか。いや、これわざと、まだ乗らー、わかねえじゃねえかよ、バカ野郎。もう一回、もう一回呼ぶ？まだしばらく汚染地帯来ないよ、こっち。あ、そうだね。これ、レベル上げするか。レベル上げするか。ちょ、いつ修正されるかわからんから。せやね、このゾンビのここだけ経験値入んない仕様にされたら悲しすぎる。さすがにそんなことしないだろうけどね。いやー、だって楽すぎるやん。遅かれ早かれレベル上げ、なんかカクカクしてる、カクカクしてる、ね、ラグ。大丈夫かこれ。サーバー、つかこのあのマップに映ってるワンスクワットも同じことやってるよねこれ。多分そうだね。でもあいつらの方が先に巻き込まれるぞ。本当だ。いや、ハンドガンデュエル絶対強いからハンドガン優先的に やろうかな。ねえ、これ脱出さ、おっせ、復活するよね。するでしょ。しないの？DMZ の時、あ、した。よかった。ああ。あ、で、枠。いや、核取っちゃダメだよ。おお、わかった。いや、耐えられるかな。耐えられるかな。あ、待って、これはあっていい。これはあっていい。ないないない。ああ、それ、それはね、いるいる。なんなら俺レネッティでもいい。今俺レネッティあげてる。もう適当適当適当。でこれ欲しい。フルパワー。これ楽だな。これ楽だな。レベル1のゾンビなら死ぬ気がしないし。あ、これ、これがあれじゃない、あの、ゾンビおじさんが求めてた。まあ、この数はそうだな。倒しすぎて、倒しすぎて、もう湧いてこないな。これもしかして、これさ、倒した奴らが落としてるものが多すぎて重くなってきてね。ああ、そういうことかもね。うん。明らかに重たいよね。うん。ガクついてるもん。なんだあいつ。あ、仲間か。ゾンビが物を落としすぎ。でも、プレステ3だってあんだけでも密度のゾンビで、熱風吐きながら頑張ったんだよ。熱風吐きながら頑張った。あ、ついにこの、ついにこの世界我々だけになったよ。
これ何レベルになった、あ、待って、これ三人称視点に変更ってあるよ、メニュー開いたら。やりづらくね。いや、ゾンビはさ、後ろにいつの間にか迫ってたらさ。ああ、確かにそうだけど。あれだから。へえ。まあ、悪くはない。悪くはない。もはや、ああ、いいですね。ああ、やばい。こんばんは。はい、こんばんは。あ、いいな、この散らばりぐらいちょうどいいわ。そうだね。あ、2倍だー。いたいたいた。あ、なんかね、この密度のゾンビ相手にするなら3人称やりやすいかも。やりやすいわ。あ、インスタキー。おほ、2倍とインスタキルって、うまみ2倍だよね、これ。うまみ2倍。あれ、これヘリ呼んでる？あれ？呼んでないのに湧いてんの、これ。うますぎじゃない？もう一回呼んだ。あ、もしかして時間ギリギリになると勝手にこうなるかな。ああ、もう、際限なくゾンビがいらっしゃる。そうそうそう。確保してるから気をつけて。そっちすごい。助けてくれ。やばくね、それどうなってんの。これレベ上げ楽々だわ。もうこれ楽々だね。なるべくパッカーパンチ進めた状態でやりたいな、これ。そうだね、その方が効率はいい、ね、そう。あー、ダメージ食らっちゃった。ノーダメージでやってたの。ねえ、ヘリ降りて、あ、降りてきた。降りてきた。そろそろ帰るか。うん。なんかこれ結構やばい、数が。数が。やばいやばいやばい。群衆なだれじゃん。パク取る、取りゃ。よし帰ろう。すごいな、爽快だわ。いや、これ帰るときが一番楽しいじゃねえかよ。こうやってレベル上げるのか。なるほどね、理解したわ。このゲームを理解したわ。しかも絶対最後経験値やばいよね、あれ。そうだね。特にスナイパーとかさ、もう大量のゾンビを抜けるからさ。あ、ちょっといいこと思いついたわ。あの、自分に、あ、なんだっけ、フィールドアップグレード枠あったじゃん。あった。すべてのゾンビが自分にヘイトを向くやつあるんだよ。お。おや、絶対最後のとこ楽しい。これもう任務ほっぽり出して武器レベル上げ目的でやってる人絶対いるでしょ。いる。とりあえずミステリーボックスを最初は FPS にしよう。ミステリーボックス、パッカーパンチ目の前やん、金ねえ。本当だ。DMZ みたいに貯金要素ないよね。うん、今はないんじゃねえ。あ、ウォールバイある。え、ウォールバイ別にいらんよね。いらんいらん。契約やろ。そうだね、契約やって金。あ、てかせっかくドリンク持ってきたから飲もうと。ああ、それは飲まん。この脳死の能力はいまいちわからんけど、何が発生してるんだ今これ。仲間になっている。仲間になるってことなんかな。あ、そういう意味で脳死させるってこと、ゾンビを。そういうことじゃない。なるほどね。
ああクソエムじゃ。さっさと契約。契約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 仕事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 。ああそうだね、脳死ってゾンビ仲間にするやつだね。うん。別に。金があるから取ってくる。別に。別に。なんならちょっとテンポ悪くなるまでありする。うん。しかもこれパーク扱いだから永続的よ。そう。ボーナスポイントの間ってさ、パックパンチいくらになってる？え？てかボーナスポイントって金がもらえるだけなんじゃないの？そうなのかな？そう、そう取った瞬間に金、だってもう金すごいやん。え ?800 しかないよ、言うて。いやいや、そんなもん。そんなもんかよ。そんなもんかよ。しょっぺーなぁ。ちょ、脳死弱えっていうか、邪魔くせえこのゾンビ。どうすならさ、あのリロード早くなるファストハンド系が欲しかった。ねえ。シンプルに強い。あ、それ契約取らねえと。あれ？なんか知らんけど、デイリーの毒ダメージ終わったんだけど、もしかしてゾンビ。え、脳死？脳死？脳死だった。やったマジかよ。ごめんよ、脳死。お前のことを悪くは言わないよ。あれこれちょっとめんどくさいんだよね。傭兵が周り守ってて、何一人でやってる時だるかった。二人だから楽。役割分担してもいけるわ。あの一人がね、スイッチ長押ししなきゃいけないんだよ、近く行って。あ、てかあれ傭兵ヘリかじゃあ。あ、そうそうそう。倒しちゃう。かわいそう。落下地点にテルミット。あれが一番強いじゃん。爆発する。オッケー。あ、いて、ちょっと死ぬ。傭兵、多分この契約が一番めんどくさいまである。これ長押してどっ、あ、やる。あ、俺やってる。なんか、わお。も押す、なんかできそうなキーパッドがあるんや。やべ。待って、やばいっすね。あれか、なんか。余兵多いな。多い。いや、ほんとにめんどくさかった、これ。こいつら結構的確にアーマー割ってくるしな。そう。終わりに。オッケー。てか違う違うな、今バックアパンチするんじゃなくてミステリーボックスから武器得てそれで切るでしょ、うん、そういや結局金いるやん。あ、まあそうやね。ミステリーボックスどうこうだは誰見知らぬプレイヤー見知らぬね、セントリーガンあるよ。持ってけば。セントリー？セントリー。俺は見えないよ。ピンは見えるんだけど。あ、それは取れた。じゃあ、エアストライク開ける。ちょっと我々今、あの、ジオで行動してるんで、お断りします。あ、誘われたの。うん。あ、ミステリーボックスこっち。スイッチマガジン。レベル1自体は別にね、スクワット増やさないとね、しんどいわけでもないからな。なんか飛んでる。あれ、カウンター傭兵ね。あ、傭兵いる。あー、やめて、やめて。結構いいね。やめて、痛い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 。え、倒すか、こいつら。セントリーガン置くわ。ちょっとやば。うん、あ
ちょっと自己訴します。何してんの、死ぬことないってなんか言ってなかったか。ちょ、それゾンビ相手の話ね。ちょっと死ぬかもしんない。セントリーガンに頑張ってもらう。あれ、おーい。何しとんの。スナイパーに撃たれた。スナイパーどこにいる、わかんない。あれか、あ、違う。なんかあの建物、ん、 どれだ。結構音近いんだよね。どれ、え、看板かこれ。これ看板にいる。あ、いるわ。いた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 。あ、いた。あ、やったこの野郎。そんなんわかるけど。さっきの野良ついてきてる。野良も脳死してしまったか。ねえ、要塞のキーカード手に入ったよ。そもそも要塞ってどれ、わかんない。ああ、アイコンあるな。いやー、入れたくなってくる。そうよ。いやてか、野良一緒についてきたらミステリーボックス余計に回されるじゃん。どっちみち。まあ、まあいい。いいんだよ。最新出た武器でやるから。ま、それはそっか。あと、あそこや。俺、デイリー。あー、あと36キルか、マークスマン。お前、パックアパンチだけは誰よりも回すの早いな。え？え？ミステリーボックスだけど。間違った、ミステリーボックス。どうせならいいもん、こーい。おう、FR。いや違う、これ DG。 あ、違う方か。え、ちょっともうちょっと買っちゃう。お前なんかまた違う人から招待した。あ、タック V か。だ、なんやこいつ。ちょ、できればファマス欲しいからさ。おほん、いや、DG だ。いいのか、そんな金使って。ラストでパッカーパンチ武器じゃないと、レベル上げしにくい。ああ、そっか。忘れてた。まあ、金ぐらい手に入るだろう。で、これで、これ使ってゾンビを狩らないといけないのか。あ、そうだったわ。野良いらっしゃるとさ、まあそれはね、やりにくいんだけど。俺ら車乗ってどっか行かない。あ、バギーあるわ、こっち離れようぜ。じゃあ今はね、共同戦線張る必要はないから。そうだな、まあ、今はキルタスクだからしょうがない。そうなんや、思いっきり離れよう。元来た方向戻るか、思いっきり。はい。まあ。あぶね。さようなら。あれ降りちゃった。おい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 。ノレイヤー。
あれ、スペースキーの立ち上がる気罠やん。降りちゃうの？うん、降りたわ。あー、なんか行き先で契約ない？ここレベル2エリアだ。ここにエスコートある。エスコートか、ボスの方が面白そう。登れー登れーガッガッガッカレッジェッダー。今レベル2エリアなんだよな。まあ倒せなくはないんだけど。倒せなくはないけど。あ、ちょっときつい。結構いるな。こっちこっち避難してこい。うわ、普通の武器だと全然解けないな。そう。適当なゾンビを狩って弾を回収しないと。待って、ここ臭い部屋だ。ちょ、レベル2がたくさん来てる。なんかある。何このひつぎみたいな。ひつぎ？うん。俺んとこ。それ俺が寝ていたやつじゃね？え。どれどれ？これドアのとこになんかさ、なんかあるんだよ。おい、何これ。何それ。わからない。はい。すぐ卵みたいなやつどこだ。あった。あ、ちょっと玉切れしてんだけど俺。ちょっと待て。ちょっと玉くれ。玉。玉この家の中あるよ。あ、ゲットしたゲットした。あ、ゲットした。え、卵どこにある？え、わからん。あった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 。ああ。あ、傭兵車両破壊。傭兵車両が落とした要塞のキーカード。俺終わったよ、50キル。俺は、あと15キル。15。どこにいる？なんか俺、傭兵、の方生きてるついでに。あ、ここあ、オッケーオッケーオッケー。で、それゾンビ倒しながら。オッケー、もう早速効率中になりつつあるな。レベル2じゃねえかあれ。本当だわ。ちょ、こいつら全部レベル2だ。めんどくせえ。あれてか、プレイヤー誰かゾンビにやられてね。キルログ流れた今。流れた。ハテナに殴られたアイコンが出たぞ今。やられとるやん。あと9体。ここに？あれ、弾マークあったから来たけど。まあいいや。金あるの。ゾンビどこだ。いたいたいた。どうやっていくの。普通に行けた。オッケー、終わった。終わった。傭兵ね。そう、傭兵よ。傭兵の車両破壊てか、あんまないの。あるよ。負けよ。それ。
まあ必然的に傭兵も倒すことになるな。まあそうです。あの UAV 壊そう。おお、勝て傭兵だな。No。おまぎーチェ。要塞のキーカード。要塞のアイコンがどんなやつか分かったけど、ちょっと見にくいんだよね。な。要塞。傭兵の車ってどれだ。なくね、ここ。ないのかな。だって車のマークないけど。で、傭兵が乗ってる赤い車を探さなきゃいけない、もしかして。ああ、そういうことじゃない。はあ、マップ上で動いてるマークあるかね、なんか。あ、ボス。え、これ装甲ヘリって書いてあるな。マップ上で時々丸い点がね、動いてることがあるんだけど。あれ、これは感染した要塞とか。違うか。あ、要塞はいけると思うよ、そのキーカードで、多分。まあ、そうだよ。あ、てか俺パッカーパンチできるな。俺もできる。近くのパッカーパンチねえかなんか。近く。ターバーボーイ。あれ全然パッカーパンチなくね、この辺。ないね。パッカーパンチ、クソ遠い。車両ねえか、車両。なんかどっかにあのエイペックスのバルーン的なやつ。バルーンってマップ上に映ってんの？映ってる映ってる。あ、やべ。映ってっけどなさそうなんだけど。お、マジで荒野のウエスタンや。そう。インスタキール。あれパックはパンチだもんな。あ、じゃない、間違った。あれはミステリーボックスとパックはパンチがごっちゃになるわ。インスタキル終わった。あ、トラックあるな。トラックがあるし、ここに、ビークルあるけど、ねえ、あのヘリは傭兵のヘリじゃね？あれを破壊？結構火力集中させないときついと思うんだが。うん、きついと思う。だってあれも買って帰っちゃう。それこそ LMG の対空カスタム持ってこないと。あれか、なんかダメージ判定全然入ってる感じしないんだけど。あ、はい。あれ壊せないやつじゃない。そもそも傭兵のヘリじゃない説あるある。え、何あれ。わからん。ヘリの真下にゾンビが集中してるんだけど。何あれ。あれはゾンビを運んできてる。え？あれ傭兵関係ないヘリだぞ。なんだな、なんだなんだなんだ。あ、輸送タスクやってんだ。なんだよ。なんだよ。そういうことか。あ、車あった車。なんだよ。行こうぜ。そういうことね。
なんかフック垂れてるから、まあ不自然なヘリではあったわ。お、なんか弾飛んでる。ああ、やってるやん、あれ。遠いな、マジで。遠いね。あ、でもこのモードさ、DMZ と違ってベータではないからさ、うん、DMZ みたいにしつこい仕様変更とかはあんまりなく済みそうだね。まあ、DMZ を元にしてっからな。まあそれはそう。元にしてる DMZ いつまでベータなの？あれも製品版になったじゃん。え？俺まだベータのマークついてたか？なったか、あれ。いや、ちゃんと見てんだよ。ああてかさ、このマップずいぶん広くね。広いよね。なぜゾンビで本気を出したのか。どっちゃーん。パッカーパンチ。おい、欲を言えばさ、パッカーパンチでさ、武器与えるとき指ポキポキ鳴らしてたじゃん。ああ、鳴らしてたね。あれないの、残念なんだが。いや、あれなくしてレスポンスを早くしてる。そういう。傭兵車両さ、見当たんないよね、今のところ。ね。さっきは赤い車いたけどな。そうだね、さっきはいたね。一応そのマップ上で動いてる丸点があれば傭兵車両説はあるんだけど、ピン刺してみないと分かんないんだよね。今のところ見当たんない。もう破壊されてる説はある。だから回収地点で遊ぶとするか。レベル2パッカーパンチしたくね。あ、それもそう。つかさ、回収地点レベル2にある場所あるね、今回。あるね。硬いやん、絶対。硬いね。契約。エーテルエキストラクター。あ、待って、ジャンプパッドあるよ。あるね。真下なんだよな。つか今回の回収地点さ、左側選んだらさ、核に巻き込まれるの早いから。遠いとこ行く、核から。遠いとこって考えてももうすでにね、回収地点でやってそうなスクワットいるんだよ。ああ、そうなんだ。ああ、出た、これ。ああ、なんかロケットが。これもなかなかめんどくせんだよな。やらねば。あれ、傭兵車両じゃん。無理だな。火力。とりあえず撃つ。いや、テルミットどうさ。どうなの。いけそういけそういけそう。あれ、傭兵車両破壊判定ではない。入ってない。なんで。じゃあ、あれは違うんだ。え、でもまあ、車両ではないか。車両ではない。車じゃないとダメってこと。そういうこと。めんどくさ。やべ。
よろしく。もう片方の方行くんだ。待って、この弾とか壊して。それ結構かかるよ。まあいいけど。いいけど。ちょっと 俺がクソエムすぎて全然追えない。パッターがよ。パッターだと。あれ、たまたまどっか行ったんだけど。あれ、バグってた。おい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 。なんか進まねえなとか思ったらバグってたもん。あざす。ブラックのある俺言っても無言じゃねえかよこいつ。わ、いてえ。金、そっちはもう溜まったのか。うん、俺はもうレベル2パッカーパンチできる。あの、ここのすぐ近くのさ、回収地点、あれやってるんよ、きっと。もうみんな知ってんじゃん、これも。まあ、知ってるっていうか、必然的に分かるよね、あの、まあね、集まり具合。だからさ、うん、ただめちゃくちゃ遠いこの回収地点。あれ、うん、あ、ピンさせに、そっち方面向かう、とりあえず。レベル2パッカーパンチする？あー、できるならしたい。ここにある。オッケー。一番近いのそこだな。やべ。おお、すぐ車両ダメにするわ。すぐ車両ダメにする。おかしいな。あ、待って、契約あるな。ああ。これでお金受け渡しできるから、そっちの浮いた分の金こっちにもらえれば、ああ、いいよ。いいよね。どれだ。あ、これか。あ、これ反対ですね。そっちかよ。我々のアセットをしっかり守ってくれ。なんかヘリ降りてきてる。犬コロの。これ2000円しかくれねえな。まあね。でもこれ楽だな。というか、これで、はい、これ終わったらもういけるやん。余った分あげれるから。そうやね。送信と。ああ、これ守んねえといけねえのか。そうなの。ちょっと待って、これ傭兵だ。あ、さ、真ん中か。中です。何してんだ貴様。外で遊んでた。給料やらんぞ。は？あ、どっから。ちょっと窓際傭兵を呼ぶ。やべえ、なんかドリンクが視界に入って危うく買ってしまうところだ。これさ、レベル2の領域でさ、契約やった方が金稼げるんじゃね。レベル2の契約何本もらえるんだろうね。多分こっちよりたくさんもらえると思う。予想。予想。全体的にインフレしてそうだな。まあ。
シールド？あ、シールド野郎いるよ。え？ちょっと兵士地面の中にいるんだけど。ただなんか近くでドスドス聞こえる。何？え？何の音？俺何も聞こえんけど。開いて。え？バグ音声でも入ってる。画面が揺れてる。画面が揺れてる。え、何？巨人の都心でもいる。これ？これじゃねえかよ。ねえ、ちょっと地面の中にいるこいつ。あ、死んだ。あ、倒せる。ちょっともう一人地面の中にいる。はい、終わり。ここに車あるな。あんまり時間ないな。え？なんでこいつら？待って、これ傭兵の車じゃね？これ壊すか？あ、壊すか。はい。これからドロップしたキーカードを回収？え？じゃあ違うかも。つか傭兵のタスク進んでねえよ。うん。じゃあやっぱあの赤い車両じゃないとダメなんだろうね。なのかね。こんな車両、モブ同然の車両がさ、キーカード落とすと思えないわ。あ、トラックある。なんか臭くねえ？なんだこれ。なんか、プレイヤーいるな。何ここ？あ、お前、あなた運転すんのか。あ、ここは やってんのか。うん、そうそうそう。パッカーパンチ右だ。この、ハンドリング性能、うんこ。はい。はい。はい。は？お前、硬えな。あ、レベル2だからか。これ、いけなくね？まあ、この辺、この辺から、いけない。あ、いけ。バイバイ。バイバイ。ちょっと待って、ここ普通に。さっさとパックアパンチをする。そう、ゾンビ勝てんだわ、レベル2でも。ちょ、あの石油王が語りかけてきてる。金、パックアパンチの目の前に落としたから。OK。これ、ポポフタワーじゃねえか。ボールッシュのインレドさんがデイリーチャレンジでの武器解放の仕組みを教えてらっしゃったから見ることをうぬぬめしまふ。え？めんどくさいっていうことしか今のところ分かってないけど、なんかそれ以上に分かることがあるのかな。OK、とりあえず車両乗ってさ、反対側の回収地点行ってお仕事しようか。こっち車あるわ。あ、硬そうな車両。走行車両だ。トラックしてくれ。あの回収地点を。はい。あー、ピン消える。これ見えてる？見えない。あ、ダメだね。あー、あの。じゃあ、それっぽいとこピンするわ。はい。オッケー。なんかピン差しバグあるっぽいね。あるね。ただ、もう9分しかないでござる。まあ。まあ、それが目的ではないからな。
傭兵車両が分からん。だからあのなんかマップ上周遊してるあの赤トラックなんでしょ。まあそうなんだろうけど、いねえしな今はもう。1台しか走ってないんじゃない、1マッチで。もう誰かが壊したのかもしれん。早いもん勝ち、早いもん勝ちだと思うあれ。終わったとだい。なんかまたすげえとこだな。あれアイコン消えてる。嘘。はい。で、どこだ回収地点。あれか。あれ、煙煙。この車両壊れる。あれでもさ、ここさ、ゾンビ来る方向がどうなんだろう。あ、でもまあ地面から割って出てくるから関係ないか。うん。3人称にしようっと。ちょ、海から来てるわ。海から来るんかよ。ちょっとインスタキル欲しい。ナイスすぎる。あ、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。ダメだよ。あっぶね。あっぶね、フロアまで出てくれた。インスタキルじゃねえあれ。え？ナイスヘリ呼びそうなら呼んでくれ。あ、まだ呼んでなかった。あ、呼んだ。いや、呼んだはずだけど。呼んでる呼んでる呼んでる。なんかバグってんのかねこれ。あ、来た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 。数多すぎだろ。ちょっと待って、別パ来たー。なんだお前ら、帰ってくれ。あ、まあ別パがいる分だけまたゾンビもたくさん出てくるのかな、その分。いや、どうなんだろうね。わかんないけど、ひたすらゲームが重たくなりそう。うわぁ。てかさ、インスタキル、あの、レベル2武器さ、インスタキルなくてももうワンパンじゃん、レベル1ゾンビ。ね、いや、レベルめっちゃ上がる、マジで。楽楽。危ねえ、角取りそうになった。着陸するぞーって気の抜けたトイレ行ってらっしゃるよ。自分のレベルも上がるんだわ。結構そうなんだわ。あ、この人ら帰るな。ナイスナイス。いや、帰るのが普通なんだけど。うわ、待って、弾薬やーべえ量落ちてる。いや、そう。まだしばらく。ちょ、降りてきたー。なんで降りてくんねん。あの離れ工事もクソ気になる。何あれ、離れ小島じゃなくてさ、うん、あれなんだろう、オイルでも入れてんじゃない、わかんない。
ことか、アンチねえかな。アンチはねえと思う。動き回って打つのが一番効率いいと。まあ効率いいのは多分そうだろう。早くヘリ呼ばせて、早く呼ばせて。ここ、あ、これ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 アンチ、これアンチです。これあれね、このパッカーパンチレベルにはあった方がいいな。まあ、あると楽だね。ワンパンで死んでくれるから。あとさ、まあ、他のスクワットがいてもさ、まあ、あの仲間に入れさせてもらって一緒にゾンビ狩りしても、まあ、全然数いるから問題ない。まあいい。あ、ちょっとインスタ、あ、まあ、インスタいらねえや、俺。インスタいらねえか。あ、でもずっとこれやってると弾なくなるんだよな。そりゃそうや。あ、マックさんもある。誰か拾え。え？人のトレインを奪うの気持ちよすぎるだろ。バカ野郎。最低なやつだな。あ、ノラ分かってるね。核を拾わない。いや、楽だわ。ちょっと、エイムしか、頭のリソースを割かなくていい。あ、マックスアーモ。いただき。ナイスすぎ。俺はお前のお手伝い係じゃねえぞ。いや、お前も弾ないと困るだろ。困らんか、そっちは。動き回ってるから拾えるんだわ。あと1分半か。まだいけるな、全然。てか、汚染地帯になっても別にいけるな。なんなら。しばらく。あ、あのパーティー帰るんかな。帰るか。あ、さよなら。つかさ、死ぬまでいてもいいよね、ぶっちゃけこの世界。まんま。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ。だって今失ってもさ、買えるものなんよな。うん、アーマーとか大したもんねえしな。ちょっとここ俺たちの死に場所だ作戦やる。死に場所だ。それなんかさ、限界ギリギリでヘリを呼ぶってなんかあった気するから、それも狙うのもいいかもしれない。へえ。やってみっか。あ、でもここ最終回収地点じゃねえんだよな。一番右上か上の人たちだよな。ああ、まあそうだね。できないわ。そっか、ガスマスク足りなくなるか、そもそも。まあそうだね。飛行機にさ、飛行機じゃなくてヘリにガスマスクあるにせよ。あと、まあ2回ぐらいかな、じゃあ。うん。いや、でもファストハンド欲しいわ。そもそもこの武器がまだノンアタだったから。現場から避難？武器のレベル上げが優先だ。インスタキル。レベルが上がる。上がる上がる。上がる。無限インスタキル。
結構呪いんだよな、ゾンビも。ね。人差し指が死ぬ。ハンドガンだから。あ、マックスアーモや。マックスアーモ。関係ないけど。てかヘリ降りてこなくね？ねね。どうしたんだ？ちょっと長いね。ちょっとずれたとこにヘリ来てね。何あれ？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 バグった。あ、いや、あ、来てる来てる。位置調整し始めた。何？何回も呼んでは帰させるから嫌気がさした。そう、回収が必要になるかもしれないんだ。これさ、うん、大丈夫かな、生き残れるかな。何にガスマ、ヘリにあるガスマスクちょっとは、あ、まあ取った方がいいかもね。入れとけばよかった。あ、そっか、パクってきた方がよかったね。一応俺今抗耐久ガスマスク持ってるけど、一つだけ普通のガスマスク。生き残れるかそれ。わかんない。いいんだよ死んでも。ここ行く？え？どこ？上の回収地点。ああ、ボートあるよ、ここ行くか。遅いしな、拡大。そう、あの拡、俺たちがあの汚染地帯が広がるよりも早い速度で回収地点に行けばいい。じゃあ、あそこ最終回収地点になりそうだから、ギリ行けそう。そうね、チンチン。チンチン。あれ？あそこ、袋工事。ねえ。あと普通に行けば大丈夫だけど、ここが最速かな。OK。で、あれだな、車がねえんだよ、近くに。足があんだろ、足が。うん、トラックなんだよな。あのレベル2エリアの人たちも移動してるよ。まさかこっちに来ようとしてる。あれ死んでね。死んでる？だって今死んだ人、しつこくスクワットを要求してきた人やんけ。で、トラックがある。オッケー。普段の三人称分かりづらすぎ。あれ？間違った。こっちじゃね。ついでにパッカーパンチしようとしてる、ナキ様。パッカーパンチじゃねえ、これ。間違った。ミステリーボックス。お、なんかショットガン。パッカーパンチある？あるけどちょっとな。まあ、運転してくれ。なんか近くのピンしてくる、ほし。こっちの方角。あ、これね、トンネル入ったらまずいかも。トンネル前で降りてもう、あ、左の道路入って、左。ここ？そう、それ。これ？これ走った方が早いかも。あ、そんなことないか。いや、
じゃあもう先行ってもうヘリ呼んでくれ。あ、そうだね。あの、右上の回収地点に集結してますわ。で、ここ、エイペックスのあれない？あ、バルーンあるね。下か、下だ。あ、下かよこれさ、こっちもピンチになったらさ、あ、でも同じぐらいか。右の回収地点と。なんかここちょっと環境悪いな。悪い？あの高低差が。確かにね。なんかちょっとやりづらい。まあでも広いから意外とそうでもないか。ほら線路に誘導して。お釈迦だ。あれ、はず。てかここレベル2エリアの境界だから2ゾンビ来たらだるいな。だるいね。ちょっと広すぎるあまりかばらけてんなゾンビ。ねえ、もうすごいすごい。ヘリ来たらさ、いくつかガスマスクバッグに入れとけば。そうだね。うん、てか俺も入れとこねえのために。2個ずつ。いやー、レベル上がるわ。そっちゾンビ集まりすぎじゃね？やばいよこっち。で？まあ俺はヘイト稼ぐヒールドアップグレードみたいに使ってっからな。てかさ、これさ、もう入んないとまずいかもね。次呼んでる時間ないと思う。あ、マジ？マジ。あ、ちょ、重い重い重い。だってマップ見てみて。きつくね？ちょ、わかんなかった。わかんなかった。あ、きついかも。きついよね。だってまだヘリ来てないんですよ。そうだな。何をもたもたしとんの。いやでもここまでやるとこんだけ来るんだよ。あ、あれ、ちょっとなんか ヘリバグってる。ヘリバグってる。ヘリどうした。ちょっとヘリあれ大丈夫。あれどうなる。大丈夫そう、あれ。え？カウントダウンすら今起きてないよね。うん。ゾンビいすぎてダメなのか。多分もうちょっと片付けなきゃいけないんだよ。一旦核拾った方がいいんじゃね？マジで？だってもう後ろ、すぐ後ろ来てるよ、もう。拾うか。ヘリは？もう一個や。
ヘリは？ヘリは？ヘリは？帰らせて。ちょっと。ちょ、ゾンビ多すぎてヘリ来るの諦めちゃってる。そういうこと？ちょ、俺らマジで死に場所ここになっちゃう。助けて。まあなんかゾンビ無限に湧いてるし、いいじゃねえかな。ヘリ山に詰まってたよね。詰まったもん、消えてない。消えたな。ちょ、やばい。ちょ、ヘリ神隠しになってる。あ、ちょっとやばい。すごいすごいすごい。助けて。あ、ちょ、最終回収地点に来たとか言ってんだけど、どこの話をしてんの？最後の回収ヘリがする。あ、右上じゃん、あれ。え、あ、あっちに行けってこと？え、行けんのこれ。わかんない。これ行けんのか。行くぞ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 。車両なんかねえぞ。おぉ、さっきのヘリ呼んだのに消えやがって、マジで。おい、仕事してねえな。ちょ、一日しよう。え、車両マジでない。え、ちょっと待って、30秒。え、もしかしてさっきの場所に本当に来たの？え、嘘？あー、これは死ぬかもしれないな。ちょっと待って、俺は耐えてみせる。いや、待って、あの場所まで行けたとしてよ。ヘリに乗れなくね。最善を尽くした。待って。これ一回エリア外挟むな。いや、無理じゃね？無理じゃね？いや、俺はね、マスクあるからね。ちょっともう武器捨てて走んの早くした。片方。え、戦闘エリアが危ねえ。いや、そうなんよ。マスク壊れる。チョップでマスク変えたんじゃね？変えた。もっと早く気づいてくれよ。ちょっと俺買ってくか。マジで？いや、無理だな、これ。これ、どうするよ。頑張る。いや、俺まだね、スティムピストル2本持ってっから、意外とスリップダメージ痛くない。マジ？うん。俺はまだガスマスク高耐久だから、まだ耐久が半分ある。はい？高耐久強くね？てか待って、あの左上のさ、カウントダウンが先に来ちゃわね？ねえ。俺たち一体どうなっちゃうんだい？俺死ぬ気がするなぁ。スティムピストルまだあるんでしょ？ある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 。いや、その前にはでも5、4、3だけども。これ終わった？ゼロじゃん。ゼロだ。ゼロになったらどうなる？ゼロになったら数字がゼロになる。なこと知ってんだよ。あ、ガスマスク壊れた。あー、空気が美味しいところに出たわ。え、これヘリ呼べね？呼べてもさ、多分無理なんだよ。来るまでに死ぬわ。そうだよね。ヘリ呼べるかな。呼べない。呼べない。呼べない。終わった。死に場所。死に場所か。なんで？死に場所。最後の脱出って書いてあるじゃん。なんで？やべ、いて。犬が一番危ない。一応俺のフィールドアップグレードで回復がね、できるんよ。あ、まだあんの？まだあんの？使ってないから。待って、それさ、
フルパでフィールドアップグレード回復にしたら無限耐久編できるじゃん。ちょ、そろそろ使うか。うん、使った。ナイス。いや、使ったけど、あ、ちょっと待って。え、俺なんかダウンしたんだけど。え、なんで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 、何もしてないのに。なんで、あ、ダウン中にゾンビ殴れる。ほら、せめてあがいてみせろ。もう誰もいねえぞ、この世界は。この世界はもう俺しかいねえ。おめえしかいねえんだわ。あー、やべ、ゾンビの食らっちゃった。あ、やばい。だあ、自己差なんてねえんだよ。勝った。まだ悪あがきできる。弾拾えないこれ。待って、ほんのスクワットに助け求められるんだけど。いねえよ。画面動かせなくなっちゃった。ああ、終わった。終わった。あ、これあれだ、プレイヤーを殺すための雷降ってる。あ、俺それに当たって死んだのか。うん、もう多分そうだわ。ああ、いやー、さっきヘリバグったのが悪いだろう。いや、そうだよ、だって山に突っ込んでたもん。まあ、おそらくゾンビが多すぎることによるバグなんだろうね。まあ、そういうことでしょ。今回ゾンビキル1298よ。2040キルしてる。やばすぎ。やばすぎる。ちょっと俺マップ上で動いてる点あるか見てみよう。違うな。これかな。あ、これあの今ヘリ動いてんだ。うん、これじゃねえか？装甲車両。動いてる。あれだね。あれだね。でもなんかずっとピン刺してられないね、あれ。ダメだね。うんうん、まあちょっととりあえずパッカーパンチすること考えよう。うん、まあそう考えたら今作ミステリーボックスでレイガン手に入れようとか、なんかあの辺の優先度はそんな高くないな。なんかね、ほら、ゾンビと戯れてないで。今、ゾンビと戯れても効率が悪いってことが分かっちゃったから。行くぞ。はい、はい。ああ、これ傭兵いるんだ。そう。解除解除。で、てかさ、うん、なんでヘリコプターは傭兵車両破壊したことにならんわけ。車両じゃねえじゃん。車両だろ。やべやべ。ファストハンド欲しいな。わかる。
だからファストハンドがクールダウンで毎回持ってきれるようになるのはなれば強力だよ。うん、なんかスライド。はい、次の契約。うん、あれ契約この辺ない。あー、パッカパンチされた。レアアイテムで、はい、無料パッカーパンチゲットして今パッカーパンチしたわ。え、そんなのあんの。あるある、ほら。本当だ、ある。レベル1パッカーパンチができちゃうやつだ。へえ。これさ、うん、双方もうちょい金貯めたらさ、じゃあそっちの金こっちにあ、まあ、投げてさ、傭兵玉じゃなくて金全然落としてない。もう一個ある。あ、待って、俺エッセンスって金になるわこれ。は、売れないんだけど。なんで。あ、ごめん、今俺みたいなの所持金だったわ。はバカ。シンプルにおバカやん。シンプルおバカやったわ。疲れてきてるわ。ゾンビ金落として、あ、まあ、若干は落としてるな。若干はね。あ、オッケー、金くれ。パッカーパンチここだな。え、やるのこれ。え、金稼がんの。いや、だってもうそっちパッカーパンチしたんでしょ。そうだよ。じゃあその金俺にくれれば俺パッカーパンチできるじゃん、5000円分の。しょうがねえやつだな。何まあまあ、その契約やっちゃうか、とりあえず。すぐそこにいたからさ。はい。あとね、ここのすぐ近くに回収地点あるんだけどね、もうね、レベル上げに取り組んでる人らがいらっしゃいました。あ、ジャンプした。ラクラク。あ、なんだこれ。とりあえずこれで俺もパンチができると、うん、でさあ、そう、車両見つけるか。ああ、そうだね、動いてる車両あるか。あれあれ、あ、あれかな。どこ行った。見えた。ちょっと俺らも車見つけないとね。そうだね。で、今動いてる車両が見えたからね、あれ消えちゃうんだよね、ピン。探しつ、あの、刺し続けないといけないわ。ああ。今ね、この橋にいる。ああ、見えた見えた見えた。これ確定しとけば消えないんじゃない？消える？そう、消えるの。ちょっとピンお願い。ちょっと待って。どういける？それ。ああ、こっから。そこ左曲がれん？この辺曲がれる曲がれる。ちょ、この走行車機動性が悪い。ここおー、オッケーオッケーオッケー。で、今いる。さすがにまっすぐ行ったら会える、これ。オッケー、じゃあ、あの、撃つ準備っていうか、車ごとぶつけていい？あ、いいよ。多分これだよね、オッケー。これこれこれ、撃て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 。撃て撃て撃て。
撃て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 。あ、止まった。破壊すればいいんだろ。ちょっと待って、うん、この車近いわ。壊れちゃう。あ、中身が降りてきた。あ、ボスじゃん、あれ。ボス、ボス、ボス。ボス倒した。ナイス。なんか、ネーム付きだったわ。ここレベル 2? ここレベル 2? てか、この車破壊しない。え、じゃあこれ傭兵じゃない、もしかして。いや、傭兵じゃない。車破壊した。傭兵じゃない。じゃない。じゃない。あ、待って、なんかある。携帯落としてる。携帯落としてる。携帯。H7 に送信。何これ。何これ。何 H7 って。H7 に送信したけど。え？これをやると。わかんねえ、なんか知らない謎解き出たんだけど。え、これ、俺が傭兵だと思っていた車両は何でもなかった？なんか、別の条件を達成するための。なんだ？え、どうする傭兵。え、傭兵？じゃあどれって感じなんだけど。なんかその、傭兵の車両が止まってるっぽい。傭兵の拠点に行かないといかんということ。そういうこと。傭兵の拠点どこにある。まずはい、ん、何、なんか今出てた。いや、なんこれはドッグハウスですよ。傭兵関係ないよね。いや、傭兵のことをドックと呼んでるのかも知らねえし。傭兵ハウス。え、あ、これ。これ、え、これ。これ何、あ、開けれる。ガール。だけ。なんか入れればいいことがあるんかね。ドッグハウスには金ぶち込んだけど。え、あ、なんか、なんかある。ない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 。あ、これなんか金を、え、あ、お金消えたんだけど。は、え、金消えたが。寄付したのか。寄付し何できんのかわかんねえ、あの犬小屋。てか、傭兵、傭兵がどこにいるのかわからない。でもここオルロフミリタリーベースだからさ、傭兵いる感あるんだよね。まあ確かに。車はないけど。車はないけど。そっか、車両が映ってないとおかしいもんな。うん、車両があるところしらみつぶしていくしかないってこと。じゃあかもしれん。じゃあさ、もう車調達して車あるところ回るしかないかかな。ちょっとドッグハウスの方に車あったから戻ろう。ああ、傭兵の車両ね。車両はもう車両というアイコンだもんね。まあさすがにそうだってほしいけど。じゃあちょっと俺運転するからさ、うん、車両があってかつ基地っぽいところマークしてくれ。投稿車両違うな。そっち方面今見てっけど、そもそもさ、マップ上に今動いてる物体あるか見てみて。黒点で
ない。ない。ありません。どうしよう。そっち方面で傭兵風な。あ、傭兵の野営地あって。あ、ここにもある。あ、そこ車両あるな。オッケー、じゃあ行ってみよう。あ、そここにある。あ、これさ、車、あのトラックのこと言ってる？もしかして。あれ？いや、ダメージ判定な。ないか。あれがターミナスの野営地だ。私の見立てでは。じゃあ、もう片方の野営地行こう。奴らのスナイパーに撃たれる隙を与えるなよ。え？早く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 。向こうがやオッケー。レベル1エリア。レベル2だからやだ。ここ地獄現場ね。あ、このトンネル行ったらあれバルーンあるんじゃなかった？なんでトンネルの中にバルーンがあるんだ？わからん。あ、まああれワープホールだからまあ関係ないか。屋根があるとかないとか。壊せなかった。そこに止まってるものを傭兵の車両だと思いたい。これ。いやー、どうだろうね。ちょっと待って、テルミットないから燃やせない。テルミット俺も使っちゃったね、さっき。あ、ツープレートだ。あ、壊れそう。え、でもさ、傭兵車両が落とした要塞のキーカード違うな。ね、しかも要塞車両破壊したことにならんし。うん、分からんな。ググるかの方が早いかな。ちょっと安全なところでググりたいんだけど。ちょっとよろしく。中から声するんだよ。何？傭兵車両破壊。マップ上に動いているのが傭兵車両です、うん、壊したけど傭兵車両が見つけられない場合は傭兵要塞の近くに行くと要塞から出発する場合がある、ですって。要塞近くにある？野営…あ、今カード拾ったんだっけ？今ね、うん、傭兵要塞の扉を解除できるカードは拾った。レガシー要塞は感染した要塞、どの要塞のことだ？まあ、レガシーでいいんじゃない、とりあえず。レガシーレベル2エリア。マジかよ。マジ。あ、まあでも近いから、とりあえず行くか。あ、まあ巻いとけ。あ、なんだなんだなんだ。え？あ、びっくりした。買って。食べる気あるな。賢く立ち回れ。レガシーは小
レガシーを探して配信。ここ、あ、やべ、強っ。ここ普通にちゃんと立ち回らないときついかも。エリート、ゴーストリコンで鍛えたんだから、舐めるなよ。というかやばくね、なんか兵器的なものがすごいんだけど。わあ、いたいたいた、壁に消されて、いってててててて、大丈夫か。何に撃たれたの、マジで。なんかやばかった、すごい。じゃあヘリだ、ヘリヘリヘリか。じゃあ攻撃ヘリいる、あれあれ壊さんと。きつ。ちょっと、いやこれちょっと降り、きつくない。まあ撃ってりゃそのうち落ちる。弾がなくなるよ。俺マジで弾なくなる。痛い。死ぬ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 。遮蔽がないのが一番辛い。やべ、弾なくなる。なくなる。ゾンビ買って弾を。ちょっと俺反対方向に引くね。あれ死んだ。反対方向に引くって言ったじゃん。あ、起きれる、知ってるけど。ちょっと弾がどこにもねえ、マジで。マップに弾ねえかな。あ、あった。ちょっと遠いけど。あ、ちょっ、やばすぎ。それダウンしたら起こせんのかな。起こせはするけど。あ、もう近くにいるのね。ちょっと待て。あのヘリすごいわ。まああとわずかではあるんだけどね。弾がね。弾がある区画があったからちょっと行こう。いや、まず持ってる武器があんまり強くないんだよ、サブと。サブの方が俺。俺サブ素でよ。素ではやばい。一回これ金稼いでまともな武器を一本欲しいんだけど。いや、あのヘリもう少しで落とせるから、とりあえず落としちゃいたい。まあ、そういう、はい。壊れそうやん、これ。うん。あ、もう下手くそが。たまたま。でもこれ弾補充してもそんなに。この辺ゾンビいるから、ゾンビでちょっと稼ぎたい。そうしよう。あれ、ゾンビがあんまり落とさねえ。あ、落とした。ああ、弾はもう復活しちゃおう。オッケー、じゃあ、あれ、ヘリまだ飛んでんのかね。どうだろう、これで全開してたら俺なえるけど。さすがに。レガシー要塞。あそこはヘリさえいなければなんとかなりそうだと思うんだが、ね、ヘリどこ行った。ヘリ消えた。ねえ、今さ、近接航空支援を要求するって言ってから今ヘリ来た。あ、ヘリ来た。うわ、全開してるわ。今ランチャー手に入れたわ。ナイス。やっぱ遮蔽ないと辛いな。俺ちょっと今ゾンビに追われてるんだけど。どんぐらい減った？わからない。多分もうあのヘリしつこい。
今半、まあ、半分ぐらいかな。ちょ、大丈夫か、そっち。無理無理無理。だ遮蔽が全くないとこ降りちまったよ。なんでやねん。バカ野郎。起こせるかな、それ。てか、あのヘリに狙われたらね、ドアのある部屋に入ったい。この辺何もねえぞ。危ない危ない危ない。そう、いや、終わってるんだよ。行って待って、これ俺が死ぬかも。ふっ、ダンスダンスダンス、くっ、ちょっと、マジで死ねる。一人がヘイト買ってくれてたら、今ヘイト買ってる、ヘイト買ってる。落ちた落ちた。ナイス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 。クソがよマジで、あれが一番きついもん。もうそこら辺で一般兵士がランチャー持ってて助かったわ。ちょっと待って、行って、ちょっと自己殺するわ。はフラグ噛みすぎちょっと紙フラグ飛んできたって。なんかロング戦える武器ないとつらい。まあ遮蔽物に隠れず正面突破しかないでしょう。そう、いや遮蔽に隠れてもあいつらグレとガスを投げてくる。そう、あいつら賢いユーザーだと思う。あ、ちょ、ガス、ほらもうガスマジうぜ。もうウォールハック持ちだもんな。ねえ、またヘリ来た？また来た、また来た。やば、2機目はつらい。いや違うか、飛んでないか。もうなんか変なところが来ると思ったら、あいつかよ。もうそう、あの裏に生き残ってるランチャー兵がいて、一生そいつから攻撃食らってた。なるほどね。ふざけやがったマジで。ちょ、あまねえのきつ。お、神グレーやんマジで。そう、え、グレーが神すぎる。NPC に負けるわけにはいかねえよな。やべ、うざい。こいつらアーマー来てもすぐ溶かしよる。そう、危な危な。よし、なになに、俺ちょっと内部に入ってるよ。俺はずっと外からチクチクし。あ、待って、こっちツアーもある。マジ？今俺こっちいい感じに攻略できてるから、ちょっとピン刺すか。だいぶ減らせてはいる。うん、サイトがうんち。ちょっとなんかこれ助かる。で、傭兵車両が出発する可能。これ車庫じゃね？車両ないや。出発した後かね？って声するな。ちょっと言うの、これ。あれか、あのスナイパーやろう。スナイパーじゃなくてセントリーじゃなくてそれ。いや、スナイパー。あれ、違うか。
セントリーの認識範囲外からチクチクやった。あーこれヘリ、あーあれ多分別タスク、あー違うか。厳重にロックされている、撤退しろ。キー、あれ解除できねえんだけど。レガシー要塞の鍵は違うんじゃね。マジ本当だわ。要塞とレガシー要塞別なのか。何のために攻略して。あ、なんか他の人来た。開けてくれんのかな。しかもアーカードかぶり。アーカードかぶり。あー開けらんないんだよね。開けらんないんだよね。あれなんかヘリいるな。ヘリ来た、ヘリ来た。ゴッドで好きなキャラ派。好きなキャラ。うわおお。これ車両を破壊したことにならないんだもんね。ならない。好きなキャラ、好きなキャラ。赤赤赤ヘルシングじゃ。なんだろうな、あんまり考えたことなかったな。どうしよう、お仕事する。お仕事、あの回収地点近く あるから。もう感染した要塞とかまだあるけど、だってそこもキーカードないからさ。普通の要塞ね、普通の要塞。普通の要塞が何かわかんないんだよな。ちょ、エリート来てる、エリート来てる。ちょ、ここ離れるか、もうこいつら無限に湧いてくる。うんうん。ここは何なんだ。そうだ、失敗を報告しに帰れ。ちょ、開けられないのに、開けられないだけなんだけどな。レガシーに煽られたの。こっち野営地だけどさ、あー違う、それあれさっき言ったやつだ。わからねえな。あ、たまたま。あった。ちょっと今マップ上に動いてる物体ないか。うん。ないな。なら野営地探さんといかん。わ。野営地じゃなくて要塞。普通の要塞がにわかんねえけど。ああ、この要塞のアイコンって全部何かしら名前がついてるんだ。感染要塞とか、うんうん、そういうことか。あ、あったあった、傭兵要塞見っけた。え、どれ。 あれかピンさん、そう、あれがガチモン傭兵要塞。まあ問題はそれで車両が出てくるかってとこだよね。うん、まあそう、車両がねえ要塞は要塞じゃねえ。あートラックでもいいから持ってくるか。あゾンビモードのロックって弱すぎるやろ。お待ちー。お、何してんだ。
近づいたらさ、車両出てくるかね、うん、ちょっと見てみたい。出てきてほしい。出てくるならこのままトラック乗ってるからさ。うん。てかこれさ、グランドウォーのマップやん。そもそもヒューマンいる？ここ。いやー、どうだろう。あ、でも車庫あるな。とりあえず開ける？開く？開けた。うわ、ちょっと待って、危ない。シールド兵いる。開幕シールド兵かよ。なんか強そうなの拾った。びっくりした。ヘリ飛んできてる。なんか金庫ある。金庫開けよ、行って。金庫どこにあった？あ、これか。え、ってか何な、さりげなくスリーアーマーゲットしてんの？おぉ、いいだろう。いいだろう。あれ、俺なんで傭兵車両扱いにならんの？ヘリがならないな。逆に車両は接近してね。してないか。いない。ちょ、ゾンビもいらっしゃる。金庫開いた？まあ、今開いた。開いた。チェック。スリーアーマー。あ、レガシー要塞の扉解除。やる？やるか。やるか。ここまで来たら。うん。もう攻略したしな、さっき。そう。ちょっとただ時間があんまりないから、ちょっと急がんと。あ、そうだね。まあ、傭兵の要塞があることは分かったから。じゃあ、これでまたサイリスしてたらだるいんだよな。だるい。なんだ、じゃあ、要塞に次いで要塞ってことか、これ。そういうことなのか。だ。あ、やば。もうやばくね、これ。やらかしました。通れねえしさ。もう、邪魔くせえとこ止めやがって思う。やばい、時間がねっちゅうのに。こっちにバギーがある。ロハンオイルやん。え、どこ？ここ。あ、そうなの？ロハンオイル？違う、ロハンって名前がついてただけ。あ、なんだ。この辺のマップ何かかしらの移植よ、きっと。乗れやー。はい。はい。あ、小回り聞いて早くていいね。これさ、またヘリリスするんでしょ？知らんけど。そんな気はする。結局さ、うん、敵はゾンビだけじゃないのね、これ。そうだね。あれ、ヨヘいないんじゃね？いる。いいの？ああ、ヘリで降りてきたやつがいるか。
待って、俺突っ込みすぎたかも。逃げ。アップネー死ぬとこだった。ただとりあえずあの建物に入っちゃいたいよね、近づいて。サイト欲しいな、マジで。俺も建物のとこまで来てる。ちょっと待って、何欲しい。あ、よかった、ヘリ飛んでこない。結構注意していかんといけないと思うよ。こっちから行こう、こっちから。うん。あげるよ。うん。あげた。なーに？いって、いた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 。ちょで、死ぬかもこれ。え？外、立てきてる。自己阻するわ。あ、ヘリヘリヘリ。やっべ。さて、めんどくさ。ああ、死んだな、全部。オッケー、あの、こっち側もドア開けた、反対側。中、トラップまみれだわ。そういうこと。気をつけて、クレーモアとかある。デコイがある。ちょっと、眩しい。あのデコイ、撃つとフラッシュ。そうなんだ。おー、リュック台。トラップあるわ。解除した。ちょっと俺周りに、やっべ、まあいいや、セントリー置こうと思ったけど、ちょっと気をつけて、トラップまだある。うざすぎん。トラップあるよ。ある、あれ触れねえんだけど。危ない、近接…いや、しちゃやばい、しちゃやばい。ちょっと起こせん、起こせん。起こした、起こした。近接野郎も来るんだ。近接野郎の火力高すぎて。これさ、壁越しに見えてんだけど、抜けないか？あ、抜けないか。何？フラッシュ投げ。うわ、トロフィー置いてあるよ。ここさ、マジで小賢しすぎるだろ、マジモンスターハウスや、マジで。いや、立て立て、ちょ待って、近接野郎いた。あっぶね。あ、上がってきてる、上がってきてる。投げ物欲しいんだけど、投げ物ある。投げた。あ、トルフィーに吸収されてる。回復使った。ナイス。あ、レガシーいる。待って、これ多分下から上がってくるから。いや、そうそうだね。オッケーオッケー。中にいるやつら多分こっち来ないもんね。うん。おい、レガシーよ、 KV 使ってんのかこいつ、まさか。うわ、レガシー硬い。硬いよね。OK、半分以上削った。ナイス。何？やったやったやった。これか。よし。あ、自己相取っちゃった。あれ？こいつもう何も落とさない？あ、出た。あ。え、これ拾っちゃおうかな。え、タクティカルネゴシエーターだって。何これ。おお、あっちだめ。あ、これレガシー、レガシーの武器じゃない。レガシーの、あ、やべ、デコ言っちゃった。ちょ、やばい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 。まあ、ようわからんけど、攻略成功ということね。そういうことよ。これ、ベースウェポンは何だろう、タクティカルネゴシエーター。ヘイメーカーっぽいけど。ああ、ヘイメーカーか。これ何を、これ多分な、本来タスクだったんだろう。ああ、確かに。
いや、俺ら車を追っていたんだけどね。あ、リュックダイアリュー。車に。ははえ、ロッカーからリュック台デビュー。あ、これか。あ、ロッカー。え、ここ、うまうまか？ちゃんとクリアできたら。これさ、何をドンパチしてんだ、さっきから。え、何これ？オトバグ？傭兵がゾンビと戦ってんじゃん。なのかな？ほんじゃあ、まあ、ここにご一緒させていただくか。ね、あの脱出地点。うん。ちょっと、なんかに押されてるなと思ったら、お前かよ。俺はもうこれで行くもんね。スタックした。それが一番いいじゃねえかよ。あれ帰ったかも、あの人ら。帰ってるわ。あ、帰ったんだ。ええー。今回、汚染地帯どっからスタートだ？あ、ここか。まあまあ。結局、車両どこ？さっきの要塞、傭兵の要塞見つけたから、次からあそこ張ってればいいんでしょう。そういうことね。なんで車を破壊するためだけに。あ、隠しコンテナだ。え、コダチ入ってんだけど。デュアルコダチ？デュアルコダチ。お、来た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 。あ、三人称にしないと。そうだわ。はこれ登れねえんだけど、危ねえ。痛い。あ、インスタキルは今欲しい。ゾンビ少ねえな。確かに。なんならヘリ来ねえし、まだ。あれ？呼べてな。呼べてないのくさ。なんか俺よくわかんないよね。でもゾンビは湧いてきてるしさ。ねえ。なんかフラグがあるのかね。うわ、すんげえか。ここなんかやりにくいな。やりにくいね。お、MCW のレベルが上がっていくよ。置いてくな、バカ野郎。ちょ、
俺いいこと思いついたの。何？ちょっと。どこ行くんだ？いや、俺海から撃とうかなと思って。海から？まさか、これか。え？あ、まさかボートで。お前。やりにくいんだもん。とんでもないやつだな。いや、だって海のさ、陸、なんつうの、地面から湧くってことは、はい、海は、水から湧くことはないでしょ。いや、船から生えてくるかもよ。船から生えてくるのさ、やばすぎ。今日さ、念のためにさ、アーマー3が持ち帰れないのは嫌だから、次ヘリ来たら帰るか。ああ、いいよ。さっきみたいな事件が起きたら嫌だからね。呼んだ。いやー、俺は楽々な狩りをするか。やべ、行き過ぎた。うわぁ。あ、やっぱゾンビこっち来れねえわ。お、楽そうだな。楽々。あ、マックスアーモードぞ。あ、ナイスナイスナイス。あ、なんか頑張ってるゾンビ君いるわ。そっちは一人でトレインした方がさ、やりやすいじゃん。いや、まあね。そういうことよ。じゃあ、義務マックスアーモードだけ。何が義務マックスアーモード？義務マックスアーモード。あ、今回ヘリ着くの早っ。なんで？は、めちゃくちゃ早い、ね、なんかバグなんだろうな、遅いのは。あ、俺は心配だから乗りよ、もうこれ。あ、そっか。ちょ、この三人称乗りづらい。わかる。これガスマスクめっちゃカバン突っ込んだら金稼げんじゃん。まさか。ちょっとだけ。金にすらならなさそう。あ、何にもならない。その他回収アイテムで一括りにされて。何にもなってねえよ。